今日はふきの佃煮を作ろうと思います。まずふきの皮を剥きます。少しここを折ります。そして一番初めに皮を剥きます。少し折ります。そして皮を剥いていきます。塩を少しします。沸騰した中に入れます。色が変わるまで1分ほど煮ます。一晩このまま寝かせます。一晩置いたのがこちらです。これを炊いていこうと思います。お砂糖とお醤油と同じぐらいの分量で焼きます。そしてみりんも入れます。ふきを入れていきます。10分炊きます。10分経ちました。とてもいい香りで美味しいですよ。ぜひ作ってみてくださいね。ご飯のお供にぴったりです。お弁当にも入れられますので、ぜひ作ってみてください。